スターリング放射性同位体発電機の断面模式図スターリング放射性同位体発電機はスターリング機構を用いた放射性同位体発電機である。現在は将来の宇宙探査ミッションのためにアメリカ合衆国エネルギー省とアメリカ航空宇宙局が共同で開発している。以前のミッション等で用いられた放射性同位体熱電気転換機と比べ、 スターリングサイクルを用いた効率の高い転換を実現でき、必要な二酸化プルトニウムは4分の1で済む。発電機の試作品は以下のような諸言を持つ。土星最大の衛星、タイタンの探査のために2015年1月の打ち上げを目指すタイタン海洋探査ミッションのランダーとして、この発電機の利用が提案された。2009年2月、 アメリカ航空宇宙局と欧州宇宙機関から、イジザムに、タイムに対する優先権を与えると発表した。2012年8月、タイムは2016年の打ち上げをめぐる争いでも、火星探査のインサイトに敗れた。また、天皇星探査で大ビタに3機の AS グを用いる、ホーラスミッションも提案されている。ジュピター、ヨーロッパオービターミッションは、 木星探査で大ビタに4機の AS グを用いる提案をしている。ありがとうございます。